皆さんこんにちは。スーパーマーケットで家族とはぐれてしまいました。私はカートを押すという重大な任務を背負っているのですが、ちょっと自分の興味のあるスイーツコーナーにフラッと行っている間に見事に、はぐれてしまいました。どこにいるのでしょうか。早く見つけ出さないと家族、ちょっと今スラロームしております。カートを華麗に扱って、お客様たちを避けながらスラロームしながら家族を探して、あっといました。はい、いました。そっちにいたんだということで、家族が、手にしていた商品を受け取りカートに入れました。はい、リアルカートに入れるでございます。ちょっとバックしつつ家族を見失わないように今度はしっかりと見届けております。はい、卵を受け取ります。ここからは、自分の、ちょっとバックします、バックします、バックします。家族の、邪魔にならない位置で、カートを押しながら商品を受け取っていきたいと思います。それにしても、何度来てもスーパーマーケットというのは、迷子になりやすい場所であります。どの棚も同じように見えてしまう、消費社会の象徴しているのでしょう。はい、ちょっとバックします、バックします。邪魔になるのでバックしまして、冷凍パスタの前で、ちょっと待たせていただきます。家族が冷凍パスタを、今吟味している最中。はい、バックします。このようにショッピングカートは、縦横無尽に動き回れるということで、そのタイヤの仕組みが優秀なのではないかといつも思っております。ショッピングカートを押す喜びを感じつつ、商品が決まったようなので、カートに入れます。リアルカートに入れるでございます。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。